にちは、かけむらです。またまたですね、アキーヨさんから新製品レビュー依頼ございましたんで、激安 4K、ドライブレコーダー、前後ドライブレコーダーですね、激安です、の製品レビュー、よかったら以上に見てください。アキーヨさんの新製品、AKY-E1 プラス 4K ドライブレコーダー、前後録画ですよね。ですね、発売は2022年、2月の下旬を予定していて、予定販売価格は、8800円ですね。商品リンク説明欄に貼り付けときますんで、ご興味のある方見ていただければ嬉しいです。じゃあ中身チェックしてみましょう。これね、取り付けが簡単なんですよね。両面テープでくっつけて、アクセサリー電源、シガソケットですよね、から電源取って、両面テープでくっつけて配線くっつけるだけなんですよね。あとは映像ですよね、どんな感じか楽しみなんですけれども、割にちょっとでかいかな。アイコスのタバコぐらいの大きさがあります。まあそんなに重たくはないんですけれども、ちょびっとですね、軽いかなみたいな。お、そう、こんな8800円で販売価格で SD カードついてんねや。僕ないよ思ってたら、32ギガの SD カード標準装備です。マジっすか、なかなかやるな、アキーヨさんで。まあ調節面は後で、体重がね、落ちてから外でデビューなんですけれども、すごい体が異様に冷えてね、ちょっと体調が悪くなるという。あんまり外で撮影できないみたいな。これが、GPS ユニットもついてる。で、これが、リアビューカメラですね。で、リバース連動で、リバースの配線に割り込みさせたら、バックギア入れた時にガイド線出るように設定できるらしくて、バックモニターとしても利用できる形になってます。これがリアビューカメラですね。スペックの方はまた動画説明欄の方にも書いておきます。すいません。取り付け割に簡単そうですね。じゃあつけてしまいましょう。はい、アキーヨさんの激安 4K ドライブレコーダー、取り付け完了しました。メニュー操作も最初から日本語になってて、そんなには、あれなんですよ。すぐ、編集できる感じで。あとは、録画の方ですよね。は、これフロントカメラで、こっちのボタンを押したら、リアビューカメラに切り替わる感じですよね。デジタルインナーミラーとして、使ってもらってもいいんですけれども、これをね、運転席側につけたら、車検通らないです。すいません。ちょっと仮付けで配線ぐちゃぐちゃなんですけれども、取り付けの方はめちゃ簡単でした。あとはこれ、ルーフ、はわしてもいいし、下ですよね。シートの下にはわしてもいいし、っていう感じですかね。じゃあ、映像の方。また、昼間と夜録画してアップしますんで、よかったら続き見ていただけると嬉しいです。それでは、音声入るんかな？こんにちは。アキーヨさんのドライブレコーダー、昼間の映像ですね。どんな感じか。見ていきましょう。まずフロントカメラの方ですね。4K の映像らしいんですけど、綺麗に映るんかな。携帯電話が接続されていません。携帯
プレートとか映るのか。午後2時です。14時になりましたよ。前のあれですよね、珍しいですね、フォルクスワーゲンのセダンですね。
したら岸壁のところですって。ちょっと一瞬リアビューカメラとかに切り替えたりとか、この辺はねちょっと街灯が少ない感じですね。若干暗い感じで、割にやっぱり街灯少なくても明るく映ってますね。そろそろ岸壁で、動画を終わりたいと思います。真っ暗なとこやったらどんなに映んやろうね。でもないか、ちょっとクレーンが動いてるから、割にそうですね、明るく映ってる感じですよね。ここからちょっと暗いね、暗いです。どうでしょう。ではでは、そろそろこの辺で動画を終わりたいと思います。まとめですね。僕もちょっと動画チェックしてから、まとめ、最後、エンディング入れたいと思います。すいません。以上、アッキーヨーさんの新製品、激安 4K ドライブレコーダーのレビューでした。取り付けがね、このアーム外さないと、配線できないところだけ注意すれば、ほんまに簡単に取り付け可能やし、あと、これを起点に、デジタルインナーミラーとして使うのもありなんですけれども、まあ、ただちょっと車検の時は、カメラ外さなあかんみたいな感じですかね。即位しましたよ。こんな感じでメニューも日本語で、あらかじめ設定されてますし、マルチ言語にも対応しています。それで一つ忘れてたんですけれども、内蔵バッテリーありますんで、ちょっとある程度充電完了したら駐車監視モードですよね。もう少し時間駐車監視モード録画もできるはずなんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。すいません、それでは簡単なんですけれども失礼させていただきたいと思います。